さて、いよいよ今週日曜日の深夜、時間でいうと日本時間の21日月曜日の深夜、1時からサッカーワールドカップが始まります。清水エスパルス出身の映画パーソナリティ、小つ司さんです。小岳さん、おはようございます。おはようございます。テラちゃん。<え>清水エスパルス出身。 ええ、ちょっと訂正してもらってもいいですかね。だって、清水エスパルスについて今でもツイートされてるじゃないですか。いやいやツイートしてますけども、ええ、清水エスパルス出身って元プロサッカー選手みたいになっちゃいますから。あ、そうですかあの、1バイトです。 予備校時代一倍と、イトをしていただけなんで、えーえー、ちょっとこの清水エスパルス出身の映画パーソナリティっていうのは、看板に偽りありだと思います。そうですか。じゃあそのあたりはね、えー、皆さんにご了解いただくということで。えー、いや、ご了解じゃなくて、えー、花から言わなきゃいいんですよ。どういうことですか、えー、お願いいたします。まあでもあの、2週間前にね、一度いろいろお聞きしましたけれども、復習の意味込めて、もう一度確認しましょうかね。 いやいや、もう一度確認ね。<え>あの、その前に今、清水エスパルスの話したじゃないですか。はい。これだけは言わせてください。静岡で、やっぱりサッカー王国なわけじゃないですか。はい、よく言われてましたよ。高校サッカーでもね、必ず優勝候補にね、静岡の高校が選ばれたりだとか。はい。清水エスパルスが、まあ、レジェンドチームですね。<え> J リーグ発足時から、今まで続いている J リーグのチームであり。はい。あと、ジュビロ、岩田が追随したわけじゃないですか。うん。 実、残念ながら、ジュビロ、岩田、清水、エスパルス、J1 から降格と。両チームとも降格して、初めてですかね。静岡のチームが、サッカーチームが、J1 <え>、まあ、にいないというね。<ぁ>これはちょっと悲しいですけれども、<え>とにかく応援し続けて、J1 復活をこうね、期待するしかないですね。ごめんなさい。これだけはちょっと言いたかった。い<や>すいません。いい時の流れなんですかね。 いやー、まあ、あった難しいとこもあったのかな。いや、本当に残念で、僕、その日ね、ええ、夕食食べられませんでした。あ、そんなショックだったんですか。エスパルス、まあ、ジュビルももちろんですけど、ええ、特に僕はね、エスパルスを応援してるんで、はい、いや残念だったな、ええ。そうですか。ところで、小峠さん、今回のワールドカップの開催地といえばどこでしょういえ、どこでしょうって、なんか、以前、この話したじゃないですか。いや、だから、一応、復讐の意味も込めてって申し上げましたよね。 ミスな再放送だと思っちゃいますよ、から。ミスじゃないそれはもう分かってますよ。カタールでしょ、はい、カタール。カタール。もちろんですよ。えー、えー。で、今回日本がグループ E で対戦する参加国といえばどこでしょうな、なんで言わせるんですか、こっちに。いや、か復讐の、復讐の意味を込めてますからテラちゃんが言えばいいでしょ、分かってますから。あ、えー、っ,ぱりやっぱり一応ことぶきさんに言ってもらわないと。 ドイツです。はい、ドイツ。はい。ドイツ、コスタリカ、スペインです。おぉ。いや、おぉじゃないですよ。覚えてますよ、さすがに。では、21日深夜1時キックオフの今回のワールドカップ開幕戦、これはどこ対どこでしょう、ね、えええ急に復讐じゃなくなってるじゃないですか。こ,ここからちょっと新たなね。 いや、ちょっとだからあのね、<っ>日本ではない、日本戦ではないわけですよ。そうです、ね。だから僕はちょっと日本戦にね、ちょっとこう注目してるというか、<っ>全体重乗っけてるんで、<っ>初戦がどことどことかはもうちょっと、っ今、今はちょっと興味ないです。あ、今は、興味ない興味ないごめんなさい、興味ないはちょっと言い過ぎました。ど、どこですかごめんなさい、わからないです。はい。カタール対エクアドル戦ですね。あ、 そっか。でも、時刻<え>だから、はあ、当然、カタールの試合になるわけだ。さすが詳しいじゃないですか、やっぱりね。いやいやさすがじゃないです。わかんないって言ってるんですから。いやいやで、日本代表の初戦は、23日水曜日の夜10時からのドイツ戦です。ドイツ戦です。はい。では、ズバリ、ことさんの日本選手の注目プレイヤーを3人挙げてください。お願いします。あの、ちょ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 、ちょっと、ものすごく今ね、 答えたくありません。いやまあい、ま、答えたくないって、26人いますよね、二十六人。で、だから、ね、あの、二十六人。で、ね、あのね、監督自身も言ってますよ、今回ね、非常にこの、選手を、はい。選ぶ、ね。過程も含めた上で、非常に、この、冷酷な、はい。判断を下したいって言ってますね。はいえー、いや、僕はそれを聞いた時でもね、なんかあのー、 ありましたよねあのー、数が落とされたりだとか。三浦和ズ、ね、そして、えーえー、北沢。そしてね、忘れちゃいけない市川という<ー>若い選手が代表から落選したんですけども、はい、市川選手はもともと清水エスパルスで、ねえー、ああ、そうだったんですね。そうなんです、そうなんです。えー、あのー、 三苫という選手がね、いますよね。でね、三苫あのね、代表戦でこう、ワンポイントというか、後半出てきたりとかもしましたけれどもね、僕は本当ね、この、ラジオ界の三苫になりたいなと。あそうなんですね。やっぱりこの、メイン、一人出たじゃないですか、選手。出ますよ、それ当たり前じゃないですか。そうですか。だから、メインパーソナリティでなかったとしても、こうやって、 ピンポイントで結果を残したいと。三苫のプレイスタイルと僕のラジオスタイルはちょっとね、深いところが感じてますね。ラジオ界の三苫って呼んだ方がいいんですか呼んでください。そうですかいや、本当に呼んでください。三苫選手出ました。あと2人あと、あと、イケメンの、イケメンの柴崎さんとかね。柴崎、あの、ミッドフィールダー。あの、イケメンですね。ます、イケメン。ええ、彼の顔に割れ変わりたい。あとでも、でも、当然、 久保、入ってますよね、久保ね。久保、久保竹房。あの、で、あの、まあまあ、ミッドフィールダーからね、この、点取る、動きの早いね。え入ってますよね。はい。久保とかもですかね。もうこれ3人来ましたね。三笘、柴崎、久保。いや、それ、それ出るでしょ、そんな。奥川とか。奥川。奥川も真ん中、ミッドフィールダーかな。奥川。いるで、よく川とかいるでしょ、別にそんな。ちょっと待ってください。奥川奥川いるでしょ。 奥川ちょっと寺ちゃんがやばいよ逆に今今逆にやばいよ奥川ねいないようです奥川いない奥川本当ええじゃあちょっと今回選ばれなかったかなんかすごいつぶってるけどあ今回あいつ惜しかったな惜しかったじゃないですよじゃあ吉田とかでしょ吉田吉田はだってちゃん吉田います寺ちゃんはい 吉田はやばいよ。はい、吉田麻也。吉田は今のゲゲ代表で言ったらもうベテラン中のベテランだもんですからそ,うですそうです。すではですね、今回その26人代表選手として選ばれました。はい、静岡出身の選手は何人いるでしょう一人なんです。一人なんです、今回。どうですか、セカちゃん。どうですかすごい。 もう静岡サッカーいつもだ,ってもここだけはほらんかヒントタイムみたいな感じで粘って粘ってどうでもいいようなこと言うじゃないですかもうどうでもいいっていうのはどうでもいいじゃないねいや逆に少ないんですよだから僕から言わせればだってそのさっきも言ったねまあサッカー王国の静岡からそう、ねはい、その選手はだからあえて出さなかったってことですかじゃあ今 だから、だから、秘密兵器っていうかね。えー、ああ、そういうことね。ええー、あとあんまり変な話、ちょっとこう、プレッシャーをかけたくないというかね。あ、えー、誰にですかいや、だからその伊藤選手ですあ、伊藤選手ですか伊藤,伊藤選手。えー、あの、えー 伊藤選手、浜松出身の伊藤選手ですよね、確かね。だからちょっとこのメディアを通じて、ね、えー、僕は伊藤選手にね、こうプレッシャーをかけたくないって思いが、あのえー、伊藤大樹選手、ディフェンダーですけども、ドイツ・ブンデスリーガのシュツッツガルト所属のディフェンダーですよ、はい、伊藤大樹選手、<ー>静岡県浜松市出身ですよ。 そうそう、浜松出身で、ただね、一人ってのはやっぱり静岡県民としてはやっぱり寂しくて。ジュビロ岩田からね、しつつがるとにって。で、昔はですよ、ゴールキーパーの川口ね、吉勝。川口吉勝ね、あと、のぼりね。沢上選手は僕同じ小学校でしたね。のぼりって呼んでたんですかごめんなさい、のぼり。まあ、のぼりって呼んでたっていうか、別に、あの、直接ね、当時知らない。あ、だから大人になってから僕、上り、沢上選手とお会いして。 小学校だったんですよなんて,言って今回伊藤選手唯一ね静岡県人として頑張ってほしいなと思います,す、ね、はいさてそんな中今朝寿さんが紹介してくれる映画何でしょうはい今朝紹介する作品はザ・メニューといえば今回日本代表が宿泊するラディソンブルホテルというところはですねレストランで和食を提供してくれるそうですよ。 いえいえ、関係ないでしょ。関係ないって言われちゃうと。いや関係ないよ。せめて、めてそうですかぐらい言ってくれませんかいや、そうですかじゃないよ。対外にしてよ、テラちゃん。そんなことなったっていいじゃないですか。映画のコーナーで僕はスイッチを切り替えてるんですよ。あ、切り替えちゃったんだ。えー、こちら、ザ・メニューという作品なんですけれども、えー、レイフ・ファインズ、アニア、えー、テイラ・ジョイ、ニコラス・ホルトの共演で、古島に、まあ、島ですね。 古島にある高級レストランに隠された秘密が明らかになっていくという様を描いたサスペンス映画なんですね。はい、この古島のレストランっていうのが、まあ、いわゆるこの予約制で、なかなか予約が取れないレストランなんですけども、そこで事件が起こると。<ー>物語簡単に説明すると、有名シェフのジュリアン・スロービックが、 この極上の料理を振る舞い、なかなか予約が取れないことで知られるレストランにやってきた、まあ、カップルのマーゴとタイラーがまあ主要人物なんですね。はい。でね、素晴らしい料理の数々をまあ振る舞われるわけなんですよね。ねただ、マーゴ、まあ、こ女性は、ふとしたことからこのレストランにね、違和感を覚えるんですよ。ね、なんかこのレストランおかしいなと。 レストランのメニューの一つ一つに想定外のいわゆるサプライズがこう添えられていると。でもこのレストラン何かミステリアスな部分があるよ。さあそれが何かというまあお話なんですけれども。うん、まあこのね、えー、と冒頭でですね、まあ、船に乗ろうとする人物たちが描かれるんです。うん、そこにはね、例えば料理評論家だとかね、映画スターだとか、いわゆる成金だとか、謎の老夫婦などが 船に乗り込もうとするわけですよ。はい、まあレストランに向かうために。もうこの段階でワクワクしますよね。何が起きるんだと。でね、面白いのがね、まあ、このシェフが出てくるわけじゃないですか、はいえー。お客さんに言うんですよ。今から料理を振る舞いますと、食べないでくれ。食べないでくれ。あ料理を食べないでくれってどういうことってなるじゃないですか。はい、シェフが言うんですよ。食べないでくれ。味わってほしい。 食べると味わいは違うんだよっていう。だから、シェフのね、まあ、一つのこだわりみたいなものをね、感じるんです。ただ、そのシェフがね、ちょっとなんかね、途中、なんかお客に対して、自分のこのポリシーみたいなものを押し付ける場面があり、なんかおかしいな、なんか違和感だなっていうのは、観客自体も感じるんです。はい。でね、途中ね、パン料理が出てくるんですよ。はい、でもね、 パンがないんですよ。パンのないパン料理が出てくるんですよ。<ー>これ不思議ですよね。これで、ね、ぜひね、映画を見てね、確かめていただきたいと思います。でね、映画自体も小立てになってるんですけれども、これがいわゆるフルコースの、例えば前菜だよみたいなことでね、<ー>この料理になぞらえた形になっております。そのシェフがね、命と戯れるなんていうセリフが出てくるんです。<へ>要は、えー、食材ですよね。 例えば、その、動物などもありがたくいただくわけじゃないですか。はい、その点も踏まえた上で、シェフがまあ命と戯れつつ、なんでしょう、このしたたかに客をもてなすと。最後に一つ言いたいのは、サスペンスという名の魅惑のフルコース。ぜひ、このザ・メニューという作品、劇場で体験してもらいたいと思います。さん映画ザ・メニュー点点点満点中何点えラちゃん。はい。 10点でお願いします。<ー>面白かった。はいえ。今朝、ことぶきさんが紹介してくれました映画、ザ・メニューの劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先は、テラトマー a j o q r n e t 映画、ザ・メニューは明日11月18日、金曜日公開です。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。 ありがとうございました。ニュースピックアップ寿シネマのコーナーでした。